った。ライカ対応、Xiaomi 14 T Pro。Xiaomi 14シリーズと比較しながら、その完成度を見極めます。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですが、こちら、Xiaomi 14T Pro についてご紹介していきたいと思います。こちらの端末なんですが、先日レビューしたですね、こちら、Redmi K70 Ultra のグローバル版になっているというふうに言われています。あとですね、なんておそらく日本にも発売される端末になります。端末の概要なんですが、こちらになりますけど、今回ですね、まだ実は発表前、で、今動画撮ってまして、スペック正直今分かってないです。なので、こちらの端末の概要ですね、まあ、推測を含めて Redmi K70 Ultra をベースに記載してますので、正確なスペックの方はですね、動画の概要欄の方をご参照ください。こちらの端末なんですけど、14T Pro のチタングレーという色になってます。12ギガの 1TB のモデルになります。ではですね、早速開封の方をしながら、スペックの方もですね、中を見ながらチェックしていきたいと思います。で、今回日本にですね、Xiaomi の14ウルトラが日本でもうライカで入ってきてるので、おそらく次 14T Pro もライカで入ってくると思うので、その辺も非常に楽しみですね。で、開けていきましょう。こちらはですね、パッケージには擬的のマークとかはないです。まあ、グローバル版だからと思いますけど、ソフトウェアの方もですね、見ていきたいと思います。よいしょ。非常に楽しみですね。じゃあ開けてみます。はい。投稿品の内容見ていきたいと思いますけど、なんか箱がちょっといつもと違うかもしれないですね。あ、これもしかして充電器入ってないかも。いつもとちょっとパッケージが変わった形態になってますね。USB-C ケーブルと、あとマニュアルですね。こちらグローバルなんで、おそらくいろんな言語のやつが書かれていると思いますけど、日本語記載はあるのかな？こちらのマニュアルには日本語記載はなさそうですね。日本版はおそらくマニュアルが違う形になりそうです。とこちらですね。ケース。あ、グレー色になってますね。あと本体ですね。充電器が入ってないのがちょっと驚きなんですけど、今回充電器が入ってないです。お、ちょっとカメラデザインが全然違う。ちょっとびっくりなんですけど、じゃあちょっと端末の概要ですね、見ていきたいと思います。端末の概要なんですが、ちょっと推測も入ってますけど、CPU がですね、ディメンシーの9300プラス、こちら Redmi K70 Ultra がこちら積んでました。アンツツで言うと結構性能が高くて220万点以上出るというものになってます。でカメラがですね、K70 Ultra は 1.56 分の1なんですけど、 14T Pro では強化されて、おそらくこれ Xiaomi 14プロとか14と同じ、オムニビジョンの OVX900 ですね。ライトハンター900とか800とか言われているものがメインカメラに積まれると思います。ちょっとこちらも中ですね、後で見たいと思います。あと望遠と、あとライカのレンズもついてくると思います。ディスプレイがですね、こちら 1.5K の 144Hz という形になります。今ちょっと開けてみたかったんですけど、ライトフュージョン900ですね。あと CPU も9300で、ディスプレイも144。あとベーパーチャンバーですね、これ同じスペックであれば5000平方ミリメーターで、バッテリーが5500ミリアンペアというふうに思いますけど、充電が 120W の 50W のワイヤレスがですね、今回 Redmi K70 Ultra との違いでサポートされて、こちらの方にも書かれています。あとステレオスピーカーですね、 Type-68 も対応していると思います。重さがちょっとわからないんですけど、おそらく 209g このあたりかなと。サイズは Redmi K70 Ultra と一緒になると思います。ちょっとですね、カメラのデザインが K70 ウルトラとだいぶ違うので驚いてるんですけど、デザインの方ですね、見ていきたいと思います。非常に楽しみですね。このチタングレー開けてみましょう。デザインの方チェックしていきたいと思います。よいしょ。はい、今回チタングレーですけど、どうでしょうか、デザイン。これなんか Xiaomi の14 Pro みたいな感じのイメージになってますね。質感めちゃくちゃ高いですね。非常にかっこいいです。チタングレーで、色合いもですね、本当にいい色で、サイド面の感じはこんな感じですね。これアルミっぽいですね。電源ボリュームで、トップがマイクですね、スピーカーディスプレイ側、ボトムはこちらスピーカー USB-C のスロット、右側面は何もない構成になってます。カメラのデザインがですね、一番ちょっと心配してたんですけど、非常にかっこいいですね。ライカのロゴが真ん中に入ってて、横向きデザインを想定してるんですよね、こういう形で。結構かっこいいです。質感非常に高いですね。触った感じサラサラしていて、シルバーで統一されてて、チタン色非常にかっこいいですね。非常にびっくりしたんですけど、デザインが Redmi K70 Ultra と全く違うので、これまでとの流れが違う。
違う形で来ましたね。はい。非常にデザインとしてはシンプルで、ちょっとカメラのこちらですね、大きすぎる面もあるんですけど、全部銀色で統一してるので、これはこれでなんか面白いデザインだと思います。質感はとにかく非常に高いなと。で、K70 ウルトラと比較するとの違いが一番驚いていて、こんな感じなんですよね。多分カメラの位置は同じなんですけど、このポコみたいにこういうふうに横に出てないのが非常にいいですね。出っ張りちょっと見てみましょうか。こんな感じで。段差はちょっとこちらの方が高そうですね。ただカメラリングとかの質感とか非常に良くなってる。で、K70 ウルトラから大幅に進化してますね。今までと違った流れで驚いてるんですけど、ちょっとこれは非常に嬉しいですね。はい。で、Xiaomi 14ウルトラとの比較だともこんな感じで全然違うデザインになります。出っ張りとかもだいぶ違いますね。はい。という感じで、今回の 14T Pro、こちら日本発売非常に楽しみですね。これはこれで非常にかっこいい。今回のその 13T Pro とはまた違った雰囲気ですけど、なんかシンプルデザインで色味とか高級感とかいい感じだと思います。本体のデザインについては以上になります。じゃあちょっとカメラの方ですね、見ていきたいと思います。カメラ今回スペックはですね、メインカメラ 1.31 分の1で非常にいいものが積まれてると思いますけど、メインカメラですね。あと望遠もあると思うんですけど、ちょっとこの辺が3つがですね、どんな感じになっているのかっていうのはちょっとわからないです。なんで超広角、広角望遠だと思うんですけど、まあ、そのあたり中をですね、見ていきたいと思います。カメラのちょっと出っ張り見ていきましょうか。K70 ウルトラよりもレンズのところの作りがちょっと変わってて、少しだけ増えてますね、厚みが。まあ、それでも3ミリちょいって感じですね。うん。カメラリングが非常に、私的にはこのデザイン非常にいいなと思います。かっこいいですね。こんな感じの見方で見るとすごくかっこいいなと思います。ケースをつけて保護状態見ていきたいと思います。ケースは、これはもう、非常に残念なんですけど、グレーになっていますね。この質感をですね、活かすなら透明の方がいいと思います。ちょっとつけてみます。カメラの保護、こんな感じですね。よいしょ。まあ、クリアランス自体は 0.5 あって、まあ、斜めからちょっと距離があるんですけど、少し段差高めで、あれガードしてるので、一応耐えられそうって感じですね。まあ、ケース自体はグレーなので、まあ、この色合い自体は、なんか非常に不思議な感じですけど、まあ、ケースはやっぱり透明の方が、この質感活かせていいと思います。はい、カメラのデザインについては以上になります。ちょっと重さの方ですね、見ていきたいと思います。重さがですね、こちらも分かってない状態なので、フィルムの方は貼られてますね。じゃあ測ってみましょう。よいしょ。あ、215。思ってた以上に重たい。ちょっと重めになってますね。ちょっとこれカメラデザインの変更の影響もあるかもしれないですけど、215。ちょっと K70 ウルトラと比較しましょうか。あ、K70 ウルトラの方が重たい。217ですね。はい、重量については以上になります。はい、それではですね、電源の方を入れていきたいと思います。電源入れていきましょう。よいしょ。画面はやはり結構綺麗ですね。4000ニットってこともあるので。はい、じゃあセットアップしていきます。こちらグローバル版なので日本語に対応します。この中ちょっと UI 変わってますね。これ初めてちょっと見ましたね。他のデバイスの移行画面こんな感じになってます。eSIM にも対応してます。生体認証ですね。指紋認証、顔認証にも対応してます。あとこの辺のアプリですね。後で入ってくるみたいです。で、ランチャーも選べます。はい、立ち上がってきました。ちょっと起動ですね。上げてみたいと思います。まあ、レッドミー K70 ウルトラと画面は多分変わらないと思うんですけど、非常に綺麗ですね。入ってるアプリケーションはこのようになってます。必要最小限ですね。こちら、Amazon Music とかも入ってますけど、システムアプリはこちら、Xiaomi入ってますね。システムの初期状態ですけど、デバイス、こちらですね。Xiaomi 14T Pro で、このようになってます。あと認証ですね。見てみましょう。グローバルモデルですけど、まあ現時点では日本の議的は入ってないですね。アップデートはちょっと現時点では来てないという状況になってます。ストレージの使用量に関してはですね、初期状態で 27GB 使用。まあ普通ですね。その他でメモリーの拡張はですね、あ、12GB まで増やせるような設定があります。他は、なんか心拍測定とか AI 字幕とかなんかありますけど、特にいつも通りですね、セカンドスペースも入ってるし、はい、変わったところはないです。後ほどカメラについてですね、チェックもしていきたいと思います。システムの初期状態については以上になります。はい、それではですね、カメラのスペック中身ちょっと見てみたので、紹介しておきたいと思います。今3台並べてますけど、これ Redmi K70、こちらが今回の Xiaomi 14T Pro。こちらがですね、Xiaomi 14になってます。で、カメラのスペック、デバイスハードウェアインフォで見たところ、ちょっとびっくりしたのがですね、今回の
カメラなんですけど、メインカメラがですね、オムニビジョンの OV50H になってます。OVX9000 でカスタムされてるかもしれないですけど、そのようになってます。あとですね、望遠がですね、JN1 で50メガピクセル。こちら、シャーミ14と同じですね。で、超広角がですね、13メガで、インカメラが20メガになってます。で、驚いたのがこちらですね。超広角、まあ8メガで、あとマクロのレッドミケナージュの方のこれカメラのサポート見たんですけど、これロム上は全く同じになってるっていうのはちょっと驚いていて、まあこれもしかしたらあれかもしれないですね。今度はグローバルロムとかをこちらの中国版にも焼けるように、この辺最初からですね、サポートしてたのかもしれないですね。ちょっとレッドミー系70ウルトラの評価の時気づかなかったんですけど、もうこの時点でシャーミ 14T プロのですね、サポートされるカメラがですね、ここに載ってたというのが今気づいたという状況です。それでですね、こちらがですね、シャーミ14でのサポートされているカメラの一覧になってます。こちらは OVX9000 って書いてあるので、ちょっとこれが微妙に違うかもしれないですね。で、マクロ、望遠の方はですね、JN1 一緒ですと。で、超広角が、シャーミ14が JN1 50メガに対して、こちらがオムニビジョンの13メガ。まあ、ここはちょっと惜しいですね。なんで、まあ、今回の 14T Pro というところでは、結構シャーミのメインシリーズの14に近づいたなという感じですね。あとカメラデザインが若干これ似てるのと、これなんかどっかで見たなと思ったら、レッドミーノートの13シリーズのデザインをちょっと踏襲してるなと思います。それとこれを掛け合わせたような感じですね。はい。今回デザインが、このカメラデザイン変わったっていうのは、非常にちょっとレッドミーのこの K70 ウルトラからの変化っていうのは非常にいいところだと思います。カメラのスペックに関しては以上になります。はい。それではですね、ディスプレイの方のチェックも行っていきたいと思います。今回 1.5K で 144Hz の 4000 ニットだと思いますけど、どうでしょうか。レッドミー K70 ウルトラと多分変わってないと思うんですけど、発色の方は特に問題ないですね。黒背景ではどうでしょうか。こちら。5は見えてます。4はうっすらですね。まあ、3はちょっと見えないって感じですね。実機の方でもちょっと見えないです。白背景はどうでしょうか。254、薄く見えてる感じですね。赤く、そんなに変化ないので、色味含めて問題なさそうです。一応、こちらですね。K70 ウルトラで、こちらがシャーミ14ウルトラになってます。ディスプレイがですね、こんな感じの差です。まあ、レッドミー K70 ウルトラと全く変わらなそうですね。14ウルトラとの比較っていう面では、まあ、発色に関してはどうですかね。まあ、そんなに変わらない感じがします。黒背景、まあ、会長表現、これぐらいの差ですね。まあ、この色味含めて、このやっぱり K70 ウルトラと全く同じですね。シャーミ14ウルトラともそんなに変わらない感じですね。白背景はこんな感じです。こちらちょっと視野角見てみましょうか。あ、これ変わらないですね。14ウルトラも非常に同じぐらいで角度つけると、まあ、変わらないですね。まあ、14ウルトラと非常にディスプレイはですね、似たような感じという感じになっていて、まあ問題ないと思います。まあ、こちらも視野角とかで、あ、ちょっとこちら青くなる。こっちの方がいいかもしれないですね。はい、ディスプレイのチェックは以上になります。はい、それではですね、スピーカーのチェックも行っていきたいと思います。スピーカーの設定なんですけど、こちら、サウンド効果でですね、ドルビーアトモス、シャオミサウンドが選べるようになってます。あと、グラフィックイコライザーですね、こちらいつも通りなんですけど、選べるようになってます。今回フラットでですね、聴いていきたいと思います。ではですね、いつもの曲聴いていきましょう。はい、どうでしょうか。高音ボーカル非常に艶があって綺麗ですね。若干ちょっとキンキンした感じもするんですけど、非常にクリアです。低音もですね、少しあるような感じで、強いってわけじゃないんで、もう少し欲しいかなっていうレベルですけど、まあそこそこあるという感じです。スピーカーの音質としてはですね、ミドルハイレンジあたりの
音質になってるんで非常にいいと思います。もう少しですねスピーカーの低音があるとよりいいと思いますけど、このあたりですね周波数特性をチェックしていきたいと思います。スピーカーのチェックは以上になります。はい、こちらがですねスピーカーの周波数特性を取った結果になってます。聞いた感じ低音が弱かったんですけど、周波数特性的にもこのあたり低音が弱いのが出てます。こちらの橙色の線なんですが、今回のシャーミ 14T プロのベースになっているレッドミー K70 ウルトラの特性を示してまして、ほぼ同じ特性ですね。なのでスピーカーユニットは K70 ウルトラとまあ基本的には変わってないと思います。広域の方はですね比較的いい特性が出ていて特に問題がないと思います。次にアンズ総合ベンチマークの結果になります。こちらですね比較としては日本で発売されているフラッグシップですね、ピクセルであるとかシャーミ14ウルトラ、エクスペリア、ギャラクシー、他に海外の Vivo X100 ウルトラとポノハイエンド X7 ウルトラ、こちらですね6社のですねフラッグシップを並べてあります。今回ディメンシティ9300プラスってことなんですけど、特性がですね最高213万点で最低が188万点という結果になってます。こちらの黄色のとこですね、でこのカメラが結構いいスマホの中では一番ですね特性がいい結果が得られていて、46度収束で若干発熱収束温度は高いんですけど、スロットリングは弱めで性能は安定しているという結果が出てますので、アンツ総合ベンチマークの結果としては問題ないと思います。次に 3D 実用性能になります。結果としてはですねパッケージリネームとリネームじゃない時で結構変わるんですけど、最大性能としては3300で45度収束、リネーム版の場合はですね2500で41度収束で結構発熱が抑えられている状態になります。一般的なゲームはですねおそらくこちらの2500で動くと思うんですけど、まあ最高性能としては3300ぐらいまで安定して動くという結果になっています。発熱の方なんですけど、こちらですね背面と画面が出てますけど、本体の温度は45度ぐらいまで上昇ってことで、ちゃんと放熱の方もですねそこそこできてるんですけど、他の端末と比べるとカメラ系ではほぼ iPhone 16 Pro Max と同じ性能が実現されています。 Android 系ですと Vivo が上にいますけど、まあ、Vivo の方はですね結構発熱温度が54度で高くて、下を見ると Xperia 43度で2800で、 Galaxy が44度で2600、 Pixel は約2000なんでして45度なので、だいたい45度ぐらいの温度では、Android 系のスマホの中では一番ですね、冷却特性が優れているという結果になってます。カメラが強いスマホの中ではトップレベルなので、このあたりですね、冷却性能がしっかりできていていいと思います。次に 2D 性能とバッテリー持ちなんですが、今回ですね、バッテリー持ちに関しては14時間半、性能に関しては1万5000点強ということで、結構性能が高いという結果になってます。他のですね、カメラ系スマホが、こちら Pixel、Xperia、Galaxy、Xiaomi 14 Ultra と比較すると若干ですねバッテリー持ちの面では他と比べるとちょっと効率が悪いという結果になっているので、このあたりですね惜しいところだと思います。もう少し 2D 性能を落としてバッテリー持ちを伸ばした方が、まあ、特性としてはいいかなと思います。次にカメラですが、こちら 14T Pro の方はですね Xiaomi 14シリーズの、まあ、14、14 Pro と同じライトフュージョン900を搭載していて 1.31 分の1インセンサーになっています。まあ最近出ている Pixel 9 であるとか iPhone 16 Pro Max とほぼ同じセンサーサイズですね。なので今回のですね Xiaomi 14T Pro としてはどこまで性能できるのかってところがポイントになると思います。こちらがですねカメラの撮影モードになります。今回望遠カメラ搭載されていて、メインカメラと望遠カメラはセンサーはですね Xiaomi 14と同じになっています。撮影モードはですね若干 Xiaomi 14と違ってて、こちら写真が30倍までしか撮れなくて、まあ Xiaomi 14は60倍までいけるところが違いになってきます。あとですね 4K60fps までいけるんですけど、カメラの切り替えのところは 4K30fps 以降はですねこの三眼カメラの切り替えができるというモードになっています。ではですねここから撮った写真ざっと見ていきたいと思います。かなりの枚数撮ってるので流していきたいと思いますけど、これいつも撮ってる写真どうでしょうか。女性がですねこちらまあまあできてるんですけど、若干こう白くぼけてるところが気になるところですね。ノイズとかはこの辺見てもそんなになくて、解像感に関してもそんなに悪くないという感じです。黒つぶれとかですねその辺は全く大丈夫な感じですね。こちらがですねベースとなっているレッドミー K70 ウルトラとの比較になります。メインカメラのセンサーがだいぶ良くなってるんですけど、露出制御に関しては若干の改善がされてるって感じですね。その他に関しては若干 Xiaomi 14T Pro の方がちょっと明るめに映っているという状況になってます。
解像感に関しては、まあ、わずかにいいって感じですね。あと他の Xiaomi 端末で Xiaomi 14、14 Ultra、あと CB4 Pro ですね。これ全部ライカチューンになってますけど、それと比較するとこんなような感じになってます。これ撮った日も違うので一概に比較できないんですけど、少しこの辺ですね、明るくなってるところが気になるところと、露出制御に関しては、まあ、他の端末と比べると、まあ、若干ちょっと弱い感じが出てますね。でこちら HDR であるとかフレアゴーストの状況ですけど、ちょっと HDR 性能に関してはこれを見る限りそんなに強くないですけど、少し弱い光であればこういうような形で電球も見えてきます。ゴーストはまあそれ悩んでるって感じですね。フレアはまあまあ抑えられていていい感じだと思います。こちらいつも撮ってる写真ですけど、まあ、解像感は比較的あるって感じですね、まあ、このあたりいいと思います。こちらもいつも撮ってる写真で、この辺の看板のところの解像度もしっかり出てると思います。制御のところは少し弱いところがこの辺出てる感じですね。でこちら夜景になりますけど、どうでしょうか。まあそこそこいい感じですけど、この光ってるところが少しぼやっとするところが気になるところぐらいで、他はまあまあいい感じですね。でこちら Xiaomi 14と比較するとこのようになります、まあ、同じセンサーなので CPU の違いですね。ディメンシー対、まあ、8 Gen 3ってことになるんですけど、チューニングの差がですね若干出てます。この辺のこの視界ってところもですね、こっちでノイズ処理が結構効いていて、 Xiaomi 14よりもノイズが抑えられてる感じですけど、こちらの方もですね、ここの拡大になるんですが、若干解像度っていう点では少しですね、Xiaomi 14よりもいい感じになっているので、このあたりですね、同じセンサーなんですけど、だいぶ特性が違うなという感じです。こちらも違ったシーンですが、まあ、露出制御のところがやはりこういう先ほどの最初の写真と同じく、周りがですね、ぼやっとしてしまうところが惜しいところですね。この辺の調整が、まだちょっと不十分じゃないかなと思います。これは Xiaomi 14と比較するとこんな感じですね。こちらの看板のところも、まあ、いい面悪い面あるんですけど、まあ、Xiaomi 14の方がこういった Gen のところがですね、しっかり出たりするので、ちょっとこの辺を露出制御に関しては Xiaomi 14よりも劣るってところが惜しいところです。でこちらの写真ですね。まあ、緑がなんかちょっとディメンシティだからっていうのもあるかもしれないですけど、若干独特な表現になってますね。他は特に問題ないと思います。光物に関してはちょっと露出制御が弱いところが出てるって感じですね。まあ、こちらのシーンもこういった光とものがちょっと弱い面があるんですけど、雰囲気が非常にいいですね。こちらの写真も同じような感じです。非常に雰囲気がよく出てていいと思います。まあ、この辺ライカチューンってところが、まあ、生きているのかもしれないですね。こちら室内になるんですけど、非常に綺麗に撮れます。まあ、夜間と比べると解像度がぐっと上がっていて非常にいい感じですね。こちらも室内ですね。まあ、ちょっと光のところは夜間と同様ちょっと弱い面が出てますけど、まあ、全体的にはいいと思います。でここからですね、ちょっと夜景撮影で写真での比較が分かりづらいので、チャートを使った比較になります。今回ですね、日本で発売されている Xiaomi 14 Ultra と、日本で発売されてないんですけどベースになっている Xiaomi 14ですね、この3機種で比較してます。こちら低照度環境なので 0.0 ルクス以下なので、ほぼ真っ暗な状態で撮った写真ですけど、まあ、これを見るとさすが1インチの Xiaomi 14 Ultra はこの辺ですね、解像度を含めてしっかり出てるなという感じですね。まあさすがに暗いので、ここの線の重なりのところは結構厳しいんですけど、まあ、14T Pro とか14に比べると、まあ、全然いい感じです。で、Xiaomi 14と 14T Pro を比較するとですね、意外な面が出てるんですけど、Xiaomi 14の方がこの辺ですね、デノイズ処理の方でちょっとこの字のところも潰れていてですね、Xiaomi 14T Pro の方がしっかり解像度が出ているってところがわかると思います。このあたり夜景のシーンでもですね、解像度が高いところが14よりも出てたので、露出制御が弱いところが非常に惜しいんですけど、解像度に関しては Xiaomi 14よりもこれだとですね、夜景のところは上回ってると思います。で、こちら少し明るい 1.2 ルックスなので、真っ暗じゃないんですけど、夜景シーンでの解像度に非常に近くなってくるんですけど、このこちらの結果もですね、Xiaomi 14よりも解像度が高いという結果が得られています。まあ、ここの線の重なり具合を見ても、Xiaomi 14の方はこの辺ちょっとボケて重なりつつあるんですけど、14T Pro の方がですね、しっかりデノイズ処理もできてるし、この字の数字の表現も非常に綺麗なので、今回のメインカメラ 14T Pro ですね、Xiaomi 14よりも上回ってる面があるなと思います。一方でちょっと露出制御が14よりもですね、できてないところが惜しいところなので、そのあたりはソフトウェアでの改善ができる可能性が高いので、まあ、今後ちょっとチューニングのですね、改善に期待したいところですね。であの夜景シーンで見ると、14ウルトラと比較しても結構迫ってるので、このあたりですね、うまくこのデノイズ処理、この線のところの綺麗さを見ると、まあ、逆に14ウルトラよりも優れてる面があるので、ちょっとここは驚きですね。でこちら15ルックスなんで、
内でも結構明るいところですけど、まあ夜の夜景よりもさらに解像度が上がって、まあ、かなり綺麗に撮れるという感じです。まあこの15ルクスの環境においてもシャオミ14よりもですね、しっかり解像度だとノイズを抑えられているので、ここは素晴らしいですね。まあ14ウルトラと比較すると、まあ、このぐらいの明るさになってくるとあんまり変わらないという感じですね。はい、ここからですね、少し明るいところの撮影で、これ夕暮れ時なんですけど、まあ、この辺光の描写結構綺麗でいいですね。で、明るいところで昼間のビルの撮影なんですけど、解像感に関しては、まあ、申し分ないと思います。非常に細かいところも表現できてますね。で、緑のところも非常に細かく表現できていて、若干夜の時の緑の表現と違った感じの印象で、非常にここら辺はいい感じだと思います。こちらの写真も同じような感じですね。昼間の写真に関しては非常に綺麗ですね。雰囲気もなんかこの辺ガラスの雰囲気非常に出てていいと思います。こちら電車、まあ、特に問題ないですね。こちら木と鉄なんですけど、まあ、質感の表現結構いい感じでできてると思います。こちら空とか木なんですけど、先ほどのちょっと緑と色味がちょっと違ってくるんですけど、まあ、空の表現いいと思います。緑に関してはなんかちょっと濃いというか独特な雰囲気ありますよね。で、こちら望遠カメラなんですが、1倍からですね30倍まで撮れます。まあ、1倍5倍非常に綺麗ですね。10倍も解像度結構高くて、20倍も結構いける感じですね。明るいところであれば、まあ、30倍だとちょっとぼやっとしてきますけど、まあまあ使えるって感じです。で、こちら夕暮れ時になってくると、ちょっと明るい時よりもですね性能が落ちてきて、30倍だともうちょっと厳しい感じですけど、20倍でぼちぼちって感じで、10倍だとまあ全然大丈夫って感じですね。で、夜だとこんな感じです。まあさらに悪くなってくるんですけど、まあ、30倍だとノイズが結構ひどくて、20倍も厳しくて、まあ、10倍はまあそこそこ使えるって感じですね。まあ、夕暮れ時と同じぐらいな感じです。こちらシャオミ14と比較するとどうなるのかってとこなんですけど、シャオミ14と同じセンサーを積んでるんですけど、 OIS が対応してないんですが、だいぶですねこちらこの文字の表現に関しては14の方はくっきり写ってるんですが、 14T Pro の方はぼやっとしてしまってます。この辺はちょっと画像処理の問題なのかちょっとわからないんですけど、この辺のレンガのところのですね解像感もだいぶ違うので、ちょっとここは同じセンサー、まあ、OIS がないとはいえもう少しちょっと頑張ってほしいところですね。で、こちらPixel 9 Pro と比較するとこんな感じになります。まあ、先ほどの結構厳しい30倍での夕暮れ時の撮影になりますが、まあ、Xiaomi 14の方はですね夕暮れ時でもまあそこそこ綺麗に写っていて、まあ、Pixel と結構春ぐらいな感じになってるんですけど、14T Pro の方はちょっとぼやっとしてしまっているところが惜しいところです。まあ、Pixel 9 Pro の方がですねセンサー大きいので、まあ、こちらはまあ負けてしまうとは思うんですけど、まあ、Xiaomi 14と同じセンサーなので、まあ、この辺のレベルまでですね 14T Pro も行ってくれると非常にいいと思います。で、これ Xiaomi 14と 14T Pro を夜景で比較した時の、まあ、1倍から30倍までの映像なんですけど、まあ、F 値も同じで OIS がありなしってところと ISP の処理が違うところなんですが、だいぶ傾向が違います。まあ、10倍のところでもこの処理の仕方が違っていて、シャオミ14の方は結構解像度があるんですけど、こちらはまあ解像度が少し落ちてるんですけど、ノイズが少ないって感じですね。傾向がだいぶ違うなと。で、20倍の時はシャオミ14まだまだ解像度は少し残っているんですけど、もう20倍のところで 14T Pro の方は少しノイジーになってくるという感じです。30倍になるともうだいぶ違いが出てくるので、まあこの辺の差が非常に気になるところなんですけど、まあ将来ですねソフトウェアの更新でシャオミ14と同じぐらいまで行くと非常に望遠カメラもですね使いやすくなっていいと思います。で、こちら物撮りなんですが、望遠カメラがあるので1倍 2.6 あと5倍ですね。で、10倍まで近寄ってこれぐらいの撮影ができます。まあまあいい感じですね。あとポートレートに関しても4モードあって 23mm、35mm、60mm、75mm でポートレート撮れます。結構ですねこの 23mm 遠いところから撮っても背景綺麗にぼけていて、 75mm もですね結構いい感じでできているので、ポートレートは非常に優秀ですね。まあ、こちらも同じような感じで4モード撮影するとこんな感じで撮れます。ちょっとこの物体によると思うんですけど、細い物体だとこれ背景あまりぼけてないですね。あと物撮りなんですけど、木の質感色味の表現に関してはオーセンティックとバイブレント2種類選べるんですけど、こういった差が出てきます。まあ、リアリティ重視ならオーセンティックって感じですね。バイブレントは若干こう明るめに出てしまうという感じです。で、こちらも同じような感じですね。こちら鉄とですね赤の表現に関してはだいぶ違うなって感じで、バイブレントはちょっと赤色がですね鮮やかすぎるなって感じで、まあ、オーセンティックの方がこのシーンではいいという感じなので、まあ、シーンによってですね、まあ、使い分けをした方がまあいいですね。
あと赤つぶれ見るためにこれ撮ったんですけど、このバラのところですね、まあ、若干微妙で赤つぶれになるかならないか微妙なレベルなんですけど、まあまあ頑張ってるなって感じですね。まあ、こちらも同じような感じで、もう少し赤色のダイナミックレンジが欲しいなってところだと思います。これバイブレントで撮ってるからかもしれないですけど、オーセンティックだともうちょっと変わるかもしれないですね。こちらの方ですね、まあ、ピンク色なんですけど、まあ、色味の表現含めて雰囲気は非常によくできてますね。シャーミ14ウルタだと非常に似たような雰囲気で撮れます。まあ、こちらも同じような感じですね。まあ、背景のボケも含めていいと思います。まあ、こういうここに虫が止まってるんですけど、解像度含めて素晴らしいですね。まあ、これも同じような感じで、まあ、こういったなんかその背景あと物撮りに関してはかなりこう独特な写真が撮れていいなという感じです。まあ、これも緑のところも同じような感じですね。これいつも撮ってる写真ですけど、まあ、若干ちょっとこれ近くで撮るときにボケやすいっていう傾向があります。まあ、こちらもですね、バイブレント撮ってるせいもあってかなり鮮やか系に触れるって感じですね。これ食べ物なんですけど、ちょっとこれ湯気が出ていて、この辺ちょっと白っぽくなってるんですが、まあ、食べ物に関してもこのご飯粒のとこですね、非常にうまく表現できてるなという感じです。こちらいつも買ってる三色団子がですねなくて、なんかお月見バージョンで色が違うんですけど、まあ、これバイブレントなんですけど若干これ緑が鮮やかに出てるって感じですね。 496JPS の動画チェックです。どうでしょうか。解像度結構高いですね。出します。上であんまりしないかもしれない。フル HD6JPS の動画チェックです。どうでしょうか。安いよ。 4K よりいいかもしれない。ちょっと出します。意外といけてるかもしれないですね。 4K60fps の動画の撮影になります。どうでしょうか。逆光はちょっと夕暮れっぽいですけど、こんな感じです。まあ、フレアはちょっとありますね。ちょっと揺らしてみます。画面上の揺れ少ないですね。ちょっと走りましょう。ちょっとドリフトありましたけど、まあ、なんだか。ちょっと回転かかってみます。動画結構意外と滑らかですね。次はフル HD60fps。どうしようか。結構こんな感じです。一旦降りてみます。こういう角度だとフレアが入り込みますね。出します。4K 同様結構滑らか。若干今角つきましたね。はい、解像度は問題ないですね。はい、上位です。はい、最後にまとめなんですが、今回ですね、シャーミ 14T Pro 日本でも発売されると思うんですけど、まあ、基本性能は非常に優秀で、まあ、全体的に非常に完成度高いなと思います。ただまあバッテリー持ちはですね、他のカメラケースマートと比較すると少し弱いので、その辺はもう少し欲しいなってところと、まあ、今回ライカチューンが入ってメインカメラがですね、シャーミ14と同じで写真性能がですね非常に高いってところがいいと思うんですけど、あとですね、解像感もシャーミ14を超えているところがで、これは素晴らしいなと思うんですが、一方でロス制御とかですね、 HDR がちょっと弱いところが、まあ、トータルで見るとシャーミ14にも若干落ちてしまうってところが非常に惜しいところだなと思います。基本特性はですね非常に高そうなところがあるので、今後の改善ですね期待したいなと思います。あとスピーカーはちょっとですね低気が弱いってところも、ここはですね改善の必要があると思いますけど、まあ、クリアで広域は非常に綺麗なんですが、もう少し低気があるとですねよりスピーカーの音質も上がっていいと思います。で、動画に関してはですね、ちょっと夜間はかなり厳しくて、昼間に関しては結構滑らかに撮れるので、ちょっと夜間動画に関して
しては改善が必要と思います。まあ、総じてですね、まあ、大きな課題というのがないので端末の完成度は非常に高いんで、まあ、総合得点としてはですね今回90点という結構高い点数になってるんですが、バッテリー持ちとですねカメラのところはあと1点ずつで、まあ、92点ぐらいの最大パフォーマンスはありそうなので、まあ、今後ですねソフトウェアの更新でこのあたりの改善ができるとですねこの端末の完成度がより上がっていいと思います。はい、ちょっと私が今これ撮ってる段階では値段がいくらなのかっていうの全く分からなくてですね、まあ、グローバルバージョンはなんか発表された後でこれから日本の発表があると思うんですけど、一体日本でこの端末いくら出るのかなっていうところが非常に気になるところですね。はい、そのあたりちょっと動画公開時には分かってると思うので今概要欄のリンクの方ですね見ていただければと思います。はい、今回のレビューは以上になります。それではまた。